ザウバー C20 は、ザウバーが2001年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはセルジオリンランド。2000年に使用した C19 では、フロントノーズの下にサスペンションアームのマウントを設けず、代わりにモノコックの左右を張り出してアームを支持するツインキールを考案した。C20 でもその手法を継続しており、翌2002年には、 マクラーレンやアローズも追随することになる。フロントウィングは、レギュレーション変更により、左右部分が 50mm 高くなったが、ザウバーは3種類を使い分けた。規定班以外の中央部分がやや垂れ下がったタイプを標準とし、ダウンホースが必要なサーキットでは、中央部分に段差のついたタイプ、超高速サーキットでは、フラットなタイプを使用した。マシンのカラーリングは、 メインスポンサーである、レッドブルの専有面積が減り、新スポンサーのクレディスイスの白色が目立つようになった。ドライバー選考において、レッドブルは、テストドライバーのエンリケベルノルディを推薦しており、ザウバーがこれを拒んだことから幾分関係が、こじれていた。ミカサロとペドロ・ディニスがチームを離脱し、ドライバー陣は、デビュー2年目となるニック・ハイドフェルドと、 ルーキーの君ライコネンという若い組み合わせとなった。ライコネンは、フォーミュラレースの参戦経験が、フォーミュラルノーのわずか23戦という無名の存在であり、F1 への登竜門とされる F3000 や F3 でのレース経験もなかった。この異例の抜擢は少なからず、物議を醸し、国際自動車連盟から交付された、スーパーライセンスは、当初4戦限定で、 主催者側が危険と判断すれば即刻取り消しという仮免許だった。しかし来ネ年はデビュー戦となったオーストラリア GP で6位入賞、その後に正式なスーパーライセンスも発給され、シーズン序盤にナチュラルな速さでチームメイトをしのぎ始めるなど9ポイントを獲得し、その転生の速さから一躍シンデレラボーイとなった。プロストで悲惨なデビューシーズンを過ごした。 ハイドフェルドもオーストラリア GP で4位に初入賞すると、第3戦ブラジル GP では自身初となる3位表彰台を獲得するなど、才能の片鱗を見せた。若手2人のコンビで不安視されたが、結果的には1993年のデビュー以来、最高となるコンストラクターズランキング4位を獲得する大健闘のシーズンとなった。ありがとうございます。